ははい皆さんこんこにちは、T、のです、えー、とオリジナルのね、えー、曲をやってて、えー、特に日本語でやっているバンドさんに,に、ね、ついてちょっとお話をしてみたいかなと思うんですけども、えー、歌詞はね非常に大事ですよね。うん、で、まあ、その前にちょっとボーカリストさんね、あのー、もちろんボーカルってやっぱり歌の音程を非常に気にする、まあ、一番はまずそこを気にしてきちんと歌えないとあまりに音痴だとさすがにちょっとね あれなんでね技術的なことを言えば正確に歌えればそれに越したことはない。であとまあもちろん表現力とかパフォーマンスがいっぱいありますけどもねあとね結構みんなちょっと忘れがちなのはねこのねリズム感っていうのがね結構皆さんボーカルの方ねそんな気にしてない方が多いかもしれない。でもこのボーカルの、えー、歌い方の、えー、リズムに結構バンドって、あのー、左右されちゃうのでボーカルの方も あのもうドラム任せだとかじゃなくて自分もその曲のリズムを引っ張るんだぐらいの勢いであの歌った方があの意識しておいた方がいいと思いますね。あまりにひどいとバンドがつられちゃうんでねその辺も気をつけてください。で,そうです、ねえっと、歌詞ですね。うんとね僕がやっぱり一番思うのは、えーそうですね、ちょっとここに書いてありますが、まあ、例えば情景ですね。この情景が思い浮かぶっていうのはすごく強いと思うんですよ。うん、そのの前にねあのねあ 歌詞ってて小説じゃないんでどうしてももう一回見直すとか回、ね、りくどい非常に言い方があってその言い方が後でで何かこう何回か読み直して「ああ」っていうのはなかなか難しいんでやっぱりその場で伝わる方がやっぱいいと思うんですよね。だからあの情景っていうのがね思い浮かぶっていうのは結構強くて例えばそう「あのまあ、大きな5時半の夕焼け」とか。 ももうもうそ,それ言われちゃったらもうその夕焼けししかか思いい浮かばないでしょ、うんまあ、夏に5時半ってまだ夕焼けじゃないなって気もしないでもないけどでもそこはいいんですそ,そのでたらめさは別にいいんですそれよりもあ,あ夕焼けなんだなっていうもうそれ言われちゃったらそれしか思い浮かばないでしょ、ね、あと例えばあのテールランプを5回点滅させたとかねあもうそうするとあ夜でテールランプが バイクののテールランプががいいいててるなっううも思、ね、だからそういうのは結構強いので印象づけるっていうのはね結構お客さんに印象づけるっていうのはいいことなのでこの情景が思い浮かぶってしまうっていうのはねいいことなんでこれもちょっとあの気にしてあなたが好きだとかあの悲しいとかあのっていうのもねいいんだけど確かにいいんだけど。 そそれよりも情景がが浮かんじゃったのが強いねねあとそうです、ねえっとね、言い回しとか、ねうん、あの語尾の、ね、言い回しこれはもう普通にね例えば「なんとかじゃん」って言っちゃえばもうその曲はあもうそういう人が歌ってんだなみたいになるでしょ「なんとかじゃん」とかあそれから「なんとかだぜ」ってもし歌ったとしたら、ね、それでもう決定づけられる。 僕って歌うのか私って歌うのかオイラって歌うのかそれとか女の子が「僕」って歌うのかいろいろあるんでその辺も印象付けられるんで曲のね、うん、いいとあの意識するといいと思いますね。あとまあ単語っていうのはまあ確かにそうですね、えっと、ちょっと情景とかぶるかもしれないですけどもまあその例えば リンゴを思い浮かべないでくださいって言われたらもうリンゴ以外思い浮かべられないでしょ結局のところリンゴを思い浮かべないでくれって言われたらもう頭の中にリンゴしか出てこなくなっちゃうんでこういう固有名詞になっちゃうんだけどこういう固有名詞的な単語をボンって入れちゃうっていうのも一個あのいいかもしれませんねあのもう海って入れちゃえばもう海しかやっぱり思い浮かばないしね あのそうですね。そういう意味でもうん情景と重なるかもしれないけども、利き手の方に。あのイメージさせることがすごくできた方が強いかなって思いますね。その辺もちょっと意識してみて、曲作りの歌詞をあの作ってみてください。